まあ、せっかくって言ったらあれですけど、選挙始まったんで、選挙占いでもしていこうかなと思ってるんですけど、激戦区とかね、注目選挙区なんてあるじゃないですか。なのでちょっとその注目選挙区の占い、どっちが勝つかっていうよりは、そこまで分かんないんで、僕はそこまで分かんないので、どっちが運がいいのかっていうのをちょっとそこだけ見ます。なので選挙が終わってね、お前当たってねえじゃんってなっても、すいません、それは運の良さだけを見てるだけなので、いわゆる占いですから、もう占いなんて予言ではないのでっていうだけをまず言っときますけど、まず僕がもともと住んでたところです。杉並区ですね。杉並区の東京8区っていうところですね。そこがまた激戦というか、いろいろ揉めたんですよね。もともとここはですね、出てるのは石原伸晃さんですね。同選挙区は、東京8区は自民党の石原伸晃幹事長が8期連続で当選していると、元幹事長か。が、この東京8区大変な注目区になりました。相手も必死だと思います。この東京8区から日本の政治を変えようっていうふうに枝野さんが言ったんですね。まあ、なんでそうなったのかというと、ね、今回野党、挙党体制とか、野党は、一致して自民党と戦うっていう姿勢を見せてますが、この東京8区ね、ここで立憲民主党野党から出たのは、吉田晴美さんっていう方が立候補してると。いうことですね、立憲民主党の。ただね、その前に東京8区に出たかったのが、いわゆる令和新選組の山本太郎さんなんですね。で、結局ここ諦めたんですよね、野党一致で。で、山本太郎が出たらすごく良かったと思うんですけど、山本太郎さんはちょっとじゃあ一歩引いて比例代表に回ったんですよね。吉田氏は街頭演説をしたと。山本氏が同区から出馬を取り下げたことについて本当に重い責任です。政党にしてみると出馬を取りやめるということは大きな決断で、その候補者のお声、そしてその候補者のご支援、お声を背負っての選挙戦を勝ち抜いていかなければいけない。その気持ちに報いることはここで勝利をし、皆様の多様な意見を持って国会に行きたいと改めて決意を語ったと。いうことですね。で、じゃあ、まあ、今、そこで選挙出馬するですね、石原さんと、石原伸晃さんと、この吉田晴美さんって方、どっちが運がいいのか、運気がいいのかっていうところを見ます。石原さん。石原伸晃さんが持ってる元々の星っていうのは、目立ちたがり屋の星ですね。きらびやかな星です。輝いてる星ですね。もう、あまり苦労を知らない星です。本当に人前に出るために生まれてきた。と言っても過言ではない星なんですよね。じゃあその人の今年の運気なんですけど、今年はめちゃくちゃ運気良くないんですよね。もう一番悪いですね。結構ここ最近ジングザグがあるんですけど、去年より今年がドンと下がって低迷期なんですね。しかもね、しかも案件札が入ってる年なんですよね。だからあんまりね、選挙はしたくない時期だったっすね。10月ですよね。あ、10月もめちゃくちゃ悪いですね。今年の10月ね、案件札もついてるんですよね。ああ、そっか。調子に乗って利益を求めても衰退に向かっているため、期待ほど成果が得られにくいので、地盤固めを最優先すること。対人面も目上の人との輪を大切にして感謝の気持ちを伝える恩恵がある。車の運転や頭部の疾患、足の怪我には注意することってなってますね。うん。ただまあ、ちょっと気をつけながらやっていった方がいいってことで、まあもともと強い選挙区ではあるんですけど、運はすごく悪いんですよ、石原さんは今は。じゃあもう一人の吉田さんですね。吉田さんはですね、吉田さんが持ってる星っていうのは、この人はね、母性が強い母の星ですね。結婚してるんですかね、お母さんですよ。だからなんか子育て対策とかなんかそういうのに やらせたら結構すごく頑張るんじゃないですか。子供のことを考えたりとか、家庭のことを考えるのが得意な人なので、そこに対しては命をかけてやる人ですかね。今年はまあまあですね、石原さんに比べたらまあまあいいです。本調子でいいわけではないんですけど、安定期ですね。10月ですよね。まあ、なるほど。10月はちょっとまあ低迷はちょっとしますかね。何事も無理はせず、慎重忍耐の時ですね。内面を充実して勉学に励むと。今後のための人脈を広げる。健康面は体調管理に注意をした方がいい。
次の開運期に向けての長期計画を立てておいた方がいいってことで、この人のね、まあ、開運期ってのはね、長期計画を立てるって言ってるのは、次にいいのはね、再来年なんですよね。再来年はめちゃくちゃ良くなるんで、そっからしばらく良くなるんで、そこに向けて長期計画を立てながらやっていった方がいいっていう感じですね。なので、石原さんと吉田さんを比べると、運気だけで言えばね、運勢だけで言ったら、吉田さんの方が、まあまあいいというか、吉田さんは普通なんですけど、石原さんが悪すぎるので、そこは差があるかなって感じは。ただ、運気だけですからね。運気だけで政治は決まらないですから。投票は、選挙は決まらないんで、あれですけど。じゃあですね、もう一人の、山本太郎さん。山本太郎さんの運気出てたらどうなるか見てみますよ。山本太郎さんの持ってる星の特徴なんですけど、この偏屈ですね。自分の世界がある人です。自分の世界を信じてそこだけに突っ走る人。だから外部から何を言われようが、もう耳に入ってこない。自分の世界だけが正しいと思う、そういう考え方のある、ありがちな星ですね。もう頑固者の、もう本当陶芸家とかね。なんかそういうのにいる星ですね。じゃあ山本太郎さんの今年の運気なんですけど、めちゃくちゃいいじゃないですか。めちゃくちゃいいですね。もうすごい運気いいですよ。山本太郎さんね、ここ最近すごいいいですよ。落ちるのがね、2025年なんで4年後なんで、それまではいいですけど、今年はめちゃくちゃいいですよ、とにかく。もう、今日今比べてる3人の中でダントツに運気はいいですね。10月ですよね。まあ、とにかく今年1年はめちゃくちゃいいですよ。ああ、いい時に選挙があったんじゃないですかね。ああ、なるほど。10月もめちゃくちゃいいですね。交際範囲も広がり、絶好調。喜びが多い時です。緊張感を欠いて失言には注意してくださいってことですね。失言多そうですね。金運も好調。でもあまり調子に乗りすぎるなってことですね。運気が良すぎて活動的にあまりなりすぎずに、リフレッシュしたり落ち着いたりした生活が大事ですよっていうこともなってる感じですかね。ただね、もう全然レベルが違うぐらい運気がいいですよ。山本さんは。もう本当にこの選挙のタイミングに合わせて、いい運気になってんじゃないかって疑っちゃうぐらいめちゃくちゃ良かったですね。まあでも出ないんですよね。まあそんな感じで、僕はこう YouTube 始めて、初めての衆院選なんです。衆院選というか選挙なんですよ。だからまあせっかくね、そういうタイミングなんでいろいろと、こう、受かるかどうかは別として、一つのね、偏った見方としてというか、まあ一個の面白みとして、今この人の運命とか運気どうなってんだっていうので見てみますんで、見てほしいのあったら連絡ください、 LINE くださいよ僕に。この選挙区の決戦はどっちが運気がいいですかっていうのあったら LINE いただければ、僕のこのチャンネルの上にコミュニティっていうのがあるので、コミュニティの中に、僕の QR が入ってますから、そこをまあスクショかなんかしてもらえれば、僕の LINE につながるんで友達申請してもらって、この選挙区の候補者の運気見てくださいでいいので入れてください。な感じです。ではでは。